チャオ。さて今日はナポリからカプリ島がメジャーですけれども、あえてイスキア島に行きたいと思います。イスキア島はですね、カプリ島よりも大きい島で、しかも天然温泉が湧き出ていると、海中から湧き出ている天然温泉があるということで、そこでゆっくりとした時間を過ごしたいと思います。まもなくね、船が来て乗船します。天気はカラッと晴れているわけではないんですけれども、滞在中はカラッと晴れるということで行ってみたいと思います。イタリアンリゾートを楽しみたいと思います。いや本当ね、楽しむ、休むためだけの滞在、なんかどっかを見て回るとかないんですよ。もう博物館、美術館、世界遺産、ここは見なきゃ、とにかく遊ぶのにもこれをしなきゃいけないでしょっていうものがない、そういう滞在です。唯一一箇所、海中から湧き出る高温の源泉、温泉の源泉があるということで、まあそこはね、ちょっと苦労しても行こうかなとは思ってますが、もう基本はホテルで、もうゆっくりプールで泳いで、美味しいものを食べて過ごす。イタリアンリゾートです。モッツァレラを使ってますね。水牛モッツァレラと生ハム。さて、お、ナポリピッツァみたいに、あの、なんだ、ふわふわというよりはもちもちしてるというよりはちょっとカリカリしてますね。最高。うん、美味しいわ。まあ世界各国で人気のカフェといえばスタバじゃないですか。ただこのイタリアにはスタバが私の知る限り1店舗しかないと。スタバを必要としていないんですよね、イタリア国民が。まあ、その理由は明白で、イタリアンのエスプレッソ、コーヒー文化が非常にレベルが高い。美味しいんですよ、コーヒーが。いやー、濃厚な味わい、イタリアのコーヒーは本当に美味しい。おそらくカプリ島だとこの倍の値段するんですよね。イスキア島だからこのクオリティでも
まだお手頃な価格なんだと思います。ウェルカムドリンクもついててプールも3つ3種類あって、で各要所要所各地の街の中心地ですとかビーチに無料シャトルが出ていると。これはなかなかいいホテルだなと。完全にリゾートです。とかのプールはですね、比較的どこもこのスイミングキャップをの着用を求められます。まあ、なので、どっかで購入しておくか、まあ、ホテルで購入することができるところも多いので、大丈夫だと思いますが、はい、エチケットですね。